合目がラプチャーズということなんで、まあ、特にラプチャーズは新体制のメンバーもガラッと変わってのチームっていうことなので、まあ、対策は練りようがないので、どう自分たちらしさを出すような作品で挑んでいくかっていうのはしっかりと練っていきたいかなと。ブーテストさんめちゃくちゃ強くて、常にいい結果を残しているチームだと思うんですけど、ラプチャーズが本気出したら知らないよっていうぐらい高めて勝てるように頑張りたいと思います。レオとナオがちょっと対談して、でその分あのイルズイクスが帰ってきたりと、オールクランプというかそんなレイザーズが見れるのかなと思います。威圧的な感じでいきたいかなと思って、チーム対チームの総当たり戦ということで気合い入れて作品作りに励みます。ヒートアップザパワー、熱狂を生みたいと、また今季もやはり新しいこう見せ方になるように、もっと臭くて熱い試合をしていきたいなと思ってます。やっぱり他のチームと一緒に思われるのが嫌なんで、ラプチャーズにしか出せないスタイルを作っていく、最初から最後まで誰もやらんようなサプライズがあるチームになりたいなって思ってます。新チームとして走り出したところではあるんで、僕ららしいカラーをちゃんと見つけ出した上で開幕戦臨めたらいいなと思ってるので、あいつら今年ヤバいんちゃうかみたいなプレッシャーというかね、設定2の戦いの時は要チェックちゃうみたいな風にしたいですね。さあ、最初のシーズンから共に戦ってきているこの両チームそれぞれのメンバー、今季、フルキャストレイザーズはですね、クランプ中心のチームとなって、3期目に突入するんですけど、対するセプティニーラプチャーズはですね、ディレクターも変わって、そしてメンバーも一新変わって、ほぼ新規1チーム目1年目みたいなもんなんですよね。そんなチームに俺ら負けるはずないじゃないですか。メンバーもすごい入れ替わりがあって、新生ラプチャーズみたいな感じにはなってるんですけど、圧勝するんでよろしくお願いします。